に上がります。フランチェスコ・フィリオ、出ていく出ていく出ていく、どうだ、右だ左だ右だ左だ右だ、ダウン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 、緊張感があります。前に出る、お互いに相手の力量分かってますから、ね、あー右だー右だー、アンデーダウン、 K のチャンピオンがダウン、立てるか立てるか、さあどうだ、立てないぞ立てない。あー、その最後の場面をちょっとリプレイで復唱しましょ う、 うパンチ狙いにいってですね、そうですね、あーここですよね、左ストレート右フック空振り させられて、はい、ほん下がりながらね、あ手首ちょっと返しただけですから、はまあ、引っ掛けフックっていうんですか、あれがね結構あれ、うん、そこまで倒れるぐらいの衝撃があるとはね、驚き。拳を合わせる大歓声の中始まりました、フィリオとグレコの一戦、緊張感、おお出る出る、ベラミラー右だ、斬新、さあどうだ、立てるか立てるか、立てない、強い一撃。いや松井さん、これは何が起こったか分からなかったですよ ね、 ね、本当ですよね。さあその瞬間をちょっと下がりながら右フックですよね、はい、もうテンプルのあたり行ってるんで脳が揺れちゃったんですよね。あ、なるほどね、今度は別の角度になります、追いかけていく、まさかなんですよね、当たってるとは思わなかったでしょうね、ラッシュをかけるんですが、グレコ選手今右ストレート当てましていけると思った時に、はい、脳が揺れてダウンですよね。絶対のバンダーマーブ選手の顔に入ると思ってるんですけどね、今見た限り、ねまあ、ガードはされましたけども、ボディに対抗でいきます、あ右ラッパー左フック、今右ラッパーを取りました、このストレート、この下から来る攻撃ですね、マーブの、そうですね、これは怖いですね。前回はアンディのパンチは顔面には一発ももらえませんでした、フィリオほとんど極真の対抗、横蹴りいいです、顔面にパンチを受けた、この一撃です、また一撃、内臓をえぐってますね、一茂さん痺れましたね、この一撃は。あのね、この後に倒れて空手で要するに決めっていうのポーズがあるんで、フィリオは先に立ち上がっている。さあ第3ラウンド、いやートローだ、左だ、ダウンです、引いた、さあ立てるか、リックルファス食べるか、引いた、インド、ダメ。さあ今のシーンです、前に出ました、うん、そのそ、ね出鼻を見事インド、今度は別の角度から体重がね前に乗った瞬間なんですよね、はですから一番効く時ですよね。なるほどね、上がります、フランチェスコ・フィリオ、出ていく出ていく出ていく、どうだ、右だ左だ右だ左だ右だ、ダウン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 、失神か、フィリオリベンジなる、ものすごいラッシュ。いや松井さん、いやもう何が起こったか分かんないぐらいの凄まじさでしたね、失神です、失神です、ホースト失神、前に出られないといったその前に出たわけですよね。そうですね、一気のラッシュでしたね。そうですね、もうどの攻撃当たったのか分かんなかったぐらいの凄まじさでしたね、一気にいって左右のパンチ、その最中にホーストは失神してしまいました。まあホースト選手が試合を組み立てる前に終わってしまったってことですよね。そうですね、あのラッシュは凄まじかったですね、あの本当にね。